いつもご視聴いただきありがとうございます。メリードッグのあやちゃんとコウヘイくんとジャマです。皆さんに、ご報告があります。なんと、チャンネル登録者数が100人になりました。やったー、ありがとうございます。100人まあというわけで今日はね、その皆さんに感謝をお伝えしようっていうので動画を撮ろうかなと思いました、うん、なんで YouTube 始めたとか、そういう話にする？飼い主さんと愛犬たちの絆をより深めるため、ワンちゃんがどんな風にトリミングしてるかっていうのをみんなに知ってもらって安心していただきたい、うんうん、それがまたいい思い出になるようにっていうのが動画を始めようと思ったきっかけの一つで、あとは私のお店はプライベートサロンで路面店ではないので、うんうん、中でどんな風にトリミングされてるかっていうのをもっと見せていきたいなっていうのが動機です。これからやりたいことはまずやっぱワンちゃんのためになるとか、うん、飼い主さんのためになる動画配信、うん、情報配信、ペットショップとか選ぶときに何を注意したらいいとか、うん、この犬種はこういう犬種ですっていう特徴とか、ああ特徴とか、うん、この犬種はこの病気に気をつけた方がいいとか、子犬を迎えた時の準備してほしいもの、はいはい、必要最低限のものとか、必要なものね、檻とかこういうのがいいよとか、うんうん、こういう餌がいいよとか、そうね、あとブリーダーさん行きたいんだよね俺は。あ、そうね、子犬をね、ブリーダーさんに行きたいもうなんか子犬に囲まれたいわけですよ俺は。子犬子犬だらけ。ポンタも可愛かったし、ね、ポンタ可愛い、ポンタ可愛い、確かに友達のワンちゃんなんですけど、ね、ポンタっていうね、うん、ポンタさんは本当可愛いから、ポンタ可愛いの。あとはなんかこうコメントでこういうのやってほしいとか、やってほしい、チャマのドッキリしてくださいとか、あーおじいちゃんにね、そう、面白い系でも何でも受け付けると、うん、ちょっと私たち体は張れないけど体は張れないけど、まあワンちゃんに携わることなら、そう、うん、あとセラピー犬とかの活動に参加したりとか。うわーすごい、まあ、とりあえず今やっと100人なんで、これからもっと頑張って動画面白いコンテンツ作っていくんで、1000人、次の目標は1000人です。1000人でも今ね、一緒にこう登録してくださってる100人の人たちは本当に僕たちの宝だ、本当に宝だから、温かいコメントをたくさんいただいて、そのコメントとかでやっぱり励まされてるんですね。励まされてます。こうポストしてくださる方は本当に拡散してもらったりとか、そうそうそう、本当にありがたいんで、それたちに恩返しできるように頑張って継続していこうかなと、はい、思っております。はい、改めましてチャンネル登録者数100人、本当にありがとうございます。ありがとうございます。今後ともたくさん、ワンちゃんの癒し動画とか皆さんのためになるような、ワンちゃんの動画を上げていくのでよろしくお願いします。お願いします。もしよかったらチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。それでは、そんなテンションで。そうだ。これ関係ないけど、僕らアベンジャーズ大好き。マーベル大好き。これはベノン。マーベル大好き。ほら。ベノンの映画でしょ。だから。アベンジャーズワンちゃん。何それ。ちょっと待って。そうだね。いやアベンジャーズ完全に犬系 YouTuber 関係ないけど、関係ない、まあ、大好きなんですよね僕らは。大好きなんでお仕事待ってます